イタケル駅は、島根県大田市イタケル町にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅。駅名は、日本神話のイタケル命に由来する。快速列車については、上り1本のみが停車する。浜田鉄道部管理の無人見駅。築定上に位置する、島式ホーム1面2線の駅で、列車交換が可能。ホーム生誕の通路から出入りするが、小さな駅前広場があるだけで、 駅舎はない。通路からホームへ上がったところに乗車駅証明書、発行機が設置されていたが、現在は撤去されている。ホーム上の中ほどに待合室がある。トイレは設置されていない。上下線とも両方向の入線、出発に対応しているが、一線スルー化はされていない。かつて、磯風の運転区間が、米子駅博多駅間だった頃、当駅で上下の 急風が入れ違っていた。2017年3月時点で、ホームに乗り場番号表が整備されており、列車運転指令上の番線番号同様に、入口側を一番乗り場としている。2018年度の1日平均乗車人員は8人で、ある。2004年度は41人、1994年度は54人、1984年度は99人だった。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。快速、アクアライナーの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。